シュルーンと。シュルーンとね。シュルーン。前回のつながったでしょうをお伝えいたします。ミモザさん、ちょっと読ませていただきます。パパさん、今日はこの場を借りてお伝えしたいことがあります。私事ですが、来月初めに手術入院することになりました。なかなか厄介な手術になるみたいです。その後も治療は続きます。実は最後のコメントから術前検査をしていました。パパさんの動画ではこれまで大変勇気づけられました。私のコメントは動画とは関係ない内容になり、こんな私でも楽しいと言っていただき、寛容なパパさんの度量で受け止めていただいたこと感謝しています。病床からでもコメントが可能ならしたいと思っておりますが、自分の体力次第で確証が持てません。完治し戻ってこれましたらまた見に行きます。その時はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということでね、ミモザさんという方ですね、皆さんね、同様に本当非常に私のチャンネルをですね、応援していただいておりまして、いろんなコメントあるんですけども、私のね、動画の、すごく些細なところとかですね、ちっちゃなところも見逃さずですね、本当事細かに見ていただいて、それに対してね、こう時系列でコメントをしていただいたりとか、非常にこう楽しいコメントをいつもしていただいている方です。実はですね、私も最近ちょっとコメントがないなっていうふうに思っておりまして、気にはなっていたんですけども、ちょうど前回の動画にね、コメントをいただきまして、ちょっとご自身が非常にこう今お辛いという状況にあるということは知りました。ぜひね、視聴者様のお力も借りてですね、ぜひちょっと励ましと応援の方をですね、ミモザさんにしてもらえたらというふうに思っております。ちょっと個人的な意見になってしまうんですけども、この場を借りてね、ぜひ視聴者様同士がですね、非常にこうよくつながっていただけたらなというふうに思っております。ぜひですね、手術も成功してまた動画を見てもらってですね、楽しいコメントをしていただけることをね、お待ちしております。どうぞミモザさん、ぜひね、頑張ってもらえたらと思います。本当にありがとうございます。